ってるかもくらいの曲です。偉いとこ狙うよねいつも言ってます。行きますか。特別
ドアスという、ポップコーン出身の歌手のディープパープルというところです。そう、セーガさんの歌の方。今回でもこのイベントをいただいたんですけども、僕も、のぶさんも、これ以外にも出番がたくさんありまして、なかなかボンノブレベロって言われたんですよ。新しい曲は無理やね。今までやったことはない。ちょっと、手つけるのはしんどいね。と言ってたんですけども、10日ぐらい前に。ね。これは入れてもええんちゃうかと思って。前々からやりたいと言ってた曲だもん。我々なりの、その、楽しい雰囲気は全くない雰囲気だそうです。というね、そういうのが任せてって、任せてって。聞いていただきましたが、楽しくないけど全然楽しくない来年、2月
27日にドアーズインヘブンという東新斎橋のお店なんですけども、そこでまた遊びのイベントがありまして、呼んでもらいましたんで、はい、まあネタを送りつつ、はい、もう一つ MC の勉強しながらみんなの顔を見ながら歌えるぐらいちょっとは覚えなあかんなと思って、今日は課題ですね次もクリスマスソング違うかな、クリスマス、そう、これは僕が高1かな、秋ぐらいに出た浜田昭和のアルバム、愛の世代の前にというアルバムに入ってて、秋から冬にかけてこればっかり聴いてたんで、なんかクリスマスソングのような、はい、気持ちで個人的には冬的な、うん、寒いね、ラストショーですよね。もう